対人恐怖症を僕は葬れた。対人恐怖症を僕は葬れた。リシェイプの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって僕は対人恐怖症を、自分で葬れたんですけれども、昔は結構あったんですけれども、でも自己啓発を始まったから、いろいろなものを使って、いろんな習慣を自分のものになったわけです。その習慣を手に入れたから、結構いろんな結果が出たり、自分も自信満々になったり、もっと自分は、何の存在を意識したし始めたというのもパターンもあるんですけれども、で自分は何どんなアプリを使うかというと、昔ながらそのアプリ使うんですけれども、これはヘッドスペースというアプリですけれども、このヘッドスペースのアプリは英語なんですけれども、英語のご存知の方ぜひお試してください。このヘッドスペースのアプリは何のアプリですけども、メディテーションアプリですね。でそのメディテーションは、いろんな人は地震とか問題ありとか、いろんな、場面とかストレスとかの人だったり、いろんなメディテーション方法を紹介するのメディテーションアプリ で、それは本当にカバーできる、本当にこれね、トライすればするほど結構カバーできる、この問題を解決できるアプリだと思いますので、ぜひみんなを手に入れてください。多分フリートライアルもあるんですけれども、これもぜひ試してください。ではレシートの皆さん、僕はどこからその情報を持ってかというと、みんなのご存知ですか、2年前僕は日本から返されて、強制的なんですけれども、で自分は最終的に鬱になって、ほぼ自殺未遂になったんですけれども、でそれをどうやって乗り越えたかというと、自己啓発を始まったわけです。でその自己啓発では、自分のコーチを会って、そのコーチは自分を助けてもらった。で現在僕もああいうね、対人恐怖症の人など、内向的な方にも、もっと自信になって、自分の人生をちゃんと自分でコントロールして、そしてその人生を上達するというのは、助けてもらうというのは僕はやってます。もしよかったら、僕はちょっと時間があって、もしよかったらそのプライベートコール自分もやりますので、概要欄にも書いております。ぜひスケジュールしてください。レシェイプの皆さん、もしあなたは今まだ内向的な問題を、とか抱えているんですけれども、その動画なんですけれども、自分はいろんなテクニックを話しますので、ぜひご覧になってください。その動画に会いましょう。